皆さんこんにちは。現代もののけ姫ことまこです。ながらでラジオながら字のお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください。 録画でお送りしますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けします聴覚障害の方は YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください最後に次回のトークテーマを発表しますのでぜひ最後までお聴きくださいということで、えー、本日のトークテーマがホワイトデーバレンタインデーということだったんですけどもちょっとその前に えー、私の今日の体調を話していこうと思います、えー。今日もまた3月14日のこの夕方に録音してるんですけどもう絶不調二日酔いってわけじゃないけども体がだるすぎてやばいですというのも。 えー、ツイッターの方にも書きましたけど昨日ですね、えー、しんちゃん先生という、あのー、熊本の病院でリハ医として働いてる、まあ、方がいて、えー、それこそ YouTube の発信であったりいろんな e スポーツのことであったりあと翔子ちゃんとね一緒にこうリハをしたりっていう方なんですがまあ 1>, あ1回だけその e スポーツ熊本に e スポーツ見学で行った時に、まあ、名刺交換くらいというか少しお話ほんの少しだけお話しする機会があってそこから会ってしっかりとお話することがなくご飯でも行きたいですねっていう話で昨日行ってきたんですね。でランチで、えー、少し、あのー お肉をたしなみなみがらお酒をちょうどたしなみながらお話しできればいいかなと思って行ったんですけどめちゃくちゃ話が盛り上がりましてもうその医療のことであったりリハビリのこともそうなんですけど、まあ、そういう e スポーツというか、まあ、その車椅子とか障害がある人たちがもっとどうしたら楽しくいろんなことできるかなとか、まあ、いろんなそういう話をして盛り上がりすぎて結局 その1軒目で、あのー、終わらずもう1軒行きましょうっていうので昼飲みできるところからできるところでこうね博多駅の中にあるんですけどそこで、えー、飲んで。 えーまあ、2軒目飲んでそこが2時間制だったので2時間飲んでいやでも話が尽きないなっていうのでまた違う店に行ってであれよあれよで気づいたらあーそのしーちゃん先生が熊本に帰る新幹線で帰る時間が最終11時くらいだったっけかなそのくらいだったんですけど。 その時間になって <laughs> もう10時間くらいずっと、あのー、飲んでましたや <laughs> やば <laughs> 本当にやばかったもう途中もう記憶はあるんですよ全然記憶はあるしあのー、すごい本当に盛り上がって楽しかったなっていう感じなんですけど、まあ、帰る時もさすがに私も電車ではもう無理だからタクシーで帰ろうと思ってタクシー 乗り場に行ってで前の先頭に止まってたタクシーがなんか結構珍しかったんですけどボクシーというかそのワゴンタイプミニバンタイプだったんですでそのもう一台後ろに止まってるのが普通のセダンタイプのタクシーでちょっとワゴンタイプ乗れないなって思ったのでえー、どうしようかなって思ってそのセダンのタクシーの 人にあの私前の方に、えーそのね、やっぱ順番があるから前の運転手の方説得したらこっちに乗ってもいいですかねって言って「あ大丈夫です」って言ってくれたから前のタクシーの前転さんに「ごめんなさいちょっとボックスだと乗れないので後ろに乗ってもいいですか後ろのもう順番違いますけど乗ってもいいですか?」ってなったら「いいですよ」っていうので乗ろうとした時にちょうどなんかその人が。 その人もタクシー乗ろうとしてたのか分からないけど違うか男性の方が1人来て「えっ、ー、と何か手伝うことありますか?」って言ってくれて「やばいちょっと待って」すいません電話が <laughs> 来ちゃったのでちょっと仕切り直してでその方が手伝ってくれてあのー「ありがとうございます」みたいな感じでなんだっけどそこの会話がねすごい曖昧なんだけど でもなんか「大丈夫ですかサポートしなくて大丈夫ですか?」みたいなこと言ってくれてタクシーに乗った後もね「あ大丈夫ですありがとうございます」みたいな「も、ま、し、あ、方向が一緒ならタクシー一緒でも」とかってなんか言われた気がして「俺ちょっとなんかナンパなのかこれは」みたいな会話があったんですよでもまあありがとうございますありがとうございますみたいな感じでねでもすごい優しくしていただいてとても嬉しかったですもうそっっっかららタクシーに乗ったらやっぱちょっと、 あの気が落ち着くというかなんかタクシーに乗ったっていうことでめちゃくちゃ眠たくなってきちゃって、まあ、そっからが結構記憶というか曖昧なんですけど、まあ、よくちゃんとタクシーから降りて、えー、家の中まで来れたなっていうのがまず一つあってでちゃんとスで。スマートドライブ をつけてったんですね帰りも電車で帰ってくる予定だったので,でスマートドライブをちゃんと朝起きたら充電してたんですよエラーって思ってそんな記憶全くないのに <laughs> 充電ちゃんとしててでもう無理無理もう何もできないと思ってお布団に入ろうと思って異常をしようって思ったらもう全然力が入らなくてもうつる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  も床に落ちちゃってでもう一回、あのー、プッシュアップして車椅子戻ってベッドに乗り移ろうって心を見たんですよ床からねもうでも本当にもう力が入らなさすぎてああもう無理だあ無理絶対無理だって思って、えー、とベッドの上からちょっと厚手の毛布をこう引っ張ってそれを床に敷き でも硬いから明日は <laughs> このままではちょっと体に悪いなって思ったから毛布を敷いて毛布にくるまって寝ましたでも寝たのが12時とか1時とかなのかなそっからでもちゃんと6時とかで目が覚めたんですでその前に今日リハがあったんですけどこれもやばいかもしれないって思って。 えーとリハの人に「明日もしかしたらキャンセルするかもしれないです」って言って、えー、で6時ででも起き,て起きたんだけどそんなにめっちゃ具合悪いってわけじゃなかったんだけど本当にだる,すだるいというかもう動機と <laughs> 力,の力がもう全くは体に入らなくてあもう無理だと思ってもうリハキャンセルして。 でも布団に戻れる力もまだ全然ないからもうそこで寝たり起きたりを繰り返して結局11時くらいままで <laughs> 床で床ゴゴロゴロしてましてたもう足見たらさいろんなところが切り傷があって血がいっぱいなんかついてたのとあとそのおでこをね机の上にぶつけ 机にぶつけちゃっても本当にお,おでこというか眉毛のところがもう痛くて痛くて今も痛いんですけどいや十時間も飲むもんじゃないなって思いました本当車椅子になってというかもうね本当にこんなに外でへべれけになってまでも飲んで帰ってこれたってマジすげえなって 思うなんか別に足動かなくても何度か鳴るんだななんてちょっと思っちゃいましたいやよく本当にキャスター上げしなくても後ろにひっくり返んなかったなとか人間ってすごいなって思いましたはい皆さんも飲みすぎには本当に注意してください <laughs> はいということで、えー、ホワイトデーバレンタインデーのあのー、トークしましょうか 皆さん今日はホワイトデーですけど誰かにお返しをしましたかそもそももらいましたか <laughs> はいじゃあいただいたメッセージメッセージというか皆さんのお話ねスケさんスケビーさんって読むのかな、えー、19か20の時に高校の同級生だった女の子に話がしたいと呼び出された 特に気になる女の子じゃないけど暇だったしちゃんと話を聞こうと思い会いに行ったバレンタインデーだしもしかしたら告白かと少し期待し告白されたらどうやって断ろうと思って行ったら宗教の勧誘だった <laughs> なるほどある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 じゃないけどありそうな話ですね <laughs> なんでバレンタインデーの時って告白する っってなったんだろうねあんまりせんの私はやったことないけどえ石、ー、見の国ウェルチアーさんバレンタインで思い出という家族経営していたバレンタインでの思い出ということでか家族経営していた行きつけのガソリンスタンドで毎年奥さんがチョコを買ってきて手渡しで渡してくれたことを思い出しますへーすごいね 家族ぐるみの付き合いで物をもらってたりこちらからもあげたりしてましたまた地域のガソリンスタンドだったので地域住民の集いの場となっていました去年の10月にコロナの周りなくなってしまったので今となってはいい思い出でもあり少し寂しいそうかでもあるよねそういうなんか都会というかさ地域ならではのコミュニティであの あるじなんていうの個人の人がやってるお店やとそういうふうにバレンタインデーのプレゼントとかな,な,んなんてことない時のねプレゼントとかそういうのがあるってやっぱ私は田舎が好きだからそういるっていいなって思ったうんはい浩司さん「自分たちの頃はバレンタインでチョコもらったら飴?」 それともマシュマロって時代だったけどああお返しがねへえいただいたチョコの3倍するお返しを買ってギリとはいえ買ってお返しいやでもわかるそれ女の子は本命とギリでは天天地天と地ぐらいの値段の違うチョコをあげたりしたのかないやでも本当にさそういう なんていうの日本の風潮のホワイトデーとしてはさすげえ男性人損するよ、ね、<laughs> なんでちょっとお女性人なんかさそんなね安いチョコ詰め合わせあげただけで意外といいお返しをもらえたりするわけじゃんなんかはまあハン,ハンドクリームとかハンカチが多かったのかなもしかしたら。 なんかそういう部分に関してはすごいねいいよね女子ってって思った <laughs>、えー、ふもさん私の人生の無敵は小4のバレンタインデーでしたほら昼休みに外で遊んで教室に戻ってきたら私の机の中にチョコが3個、えー、小学校でいいんだ下校最中に手渡しで1個もらいました今考えればもらえたのが不思議です おあホワイトデーには4人にちゃんとキャンディーを返しましたよだって最初は持つようになってから妻と娘に毎年チョコボールをもらいますおっコウジさんとフモさんは年代が一緒なんかなアメちゃん返すって <laughs> ねええー、さん奥手で妄想の塊だった中学校2年の冬 剣道部の一つ上の綺麗な先輩から学校,帰りの学校の帰り道でチョコレートと手編みのマフラーをもらいましたうれしさ通り越して心臓の鼓動がすごいね手編みのマフラーねええー、そうなんだでやっぱさ、まあ、小学校はチョコ持ってってもいいんだっけか中学校 こうやっぱダダメメじゃんダメ高速的にねだからみんな隠れて持ってきてた記憶があるなで私は本当にデザート作りが苦手で <laughs> そういうチョコ作ったりっていうのはやってみたことはあるけどいいやこれは人にあげるもんじゃないなって思った <laughs> でもちやこになってそのやっぱ女 友チョコがめっちゃあったから女友達の子たちからいっぱいクッキーもらったりチョコもらったりそこででもすごいああこの子はお菓子作りがすごい上手なんだなっていうことああこれは溶かして型にはめただけだなとかさ <laughs> なんか思で私の中でねその時にもらった 友達からもらもったクッキーがあるんだけどそのクッキーがめちゃくちゃ美味しくてその友達が作ったクッキーがなんか後々こうまた作ってもらった時に一緒に作ったけどなんかすっごいこだわりがある作り方ではなかったんだけどなぜかその子が作るクッキーが本当に好きでなんか今でもあすごい美味しかったなっていう記憶を 記憶があるだから「また作ってまた作って」って何回も催促してた <laughs> そうあのクッキー本当に人生の中でも結構、まあ、そんなにクッキー食べないけどすごい美味しいなって思うクッキーだったなそうあとレアチーズケーキをが上手な友達もいて その子のレアチーズケーキも好きで。作って作ってって言ってた。<laughs> お、すて。シティリ、シリ、シリティマンさん、もうちょっと全然。シリティマンさんはインド人なんだけど。インドにもバレンタインデーってあるんかな、バレンタインデーは何もいただきませんでした。えー。 なおさんホワイトデーはあー好きな子を当時弓道部員でしたが弓道場に呼んでプレゼントを渡し告白したら見事振られましたあ逆そういうことバレンタインデーで女の子が告白するからホワイトデーで男性が告白するのえー、それは初めて聞いたええー。 まあでもそういうきっかけがあってね告白してみようっていうのはやっぱりいいのかもしれないねそっか T.O. さん小4の時に好きな男子の家に行って手作り塾を渡しました見事受け取ってもらい告白も OK でしたホワイトデーもちゃんと返してくれたのでいい人だったななんて 思い出しましまたあら、小学校4年生で混ぜてますね。でもなんかね、小学校とか中学校の時のバレンタインデーって、絶対お母さんがさ、なんか言ってくるんだよね。もらったって自分でお返しを買えないじゃん。金額的に。どう考えても。だからちゃんとお母さんたちが把握して、 もらったかもらってなないかをなんかをん聞くかまたは本人たちが何個くらい何々を買ってきてみたいな感じでなんかお兄とかお願いしてた気がするんだよねお母とかに。だか,かそのお母さんがちゃんともらったんだったらこれ返しなさいよみたいな感じで誘導誘導っていうかねやってくれる人とかだったらあのお母さんがすごいしっかり。 してるんだなと思いますねいいですね皆さん素敵な淡いバレンタインデーホワイトデーの思い出があって私は全くだから本当にあに、のー、そういうのを全然興味がないというか、えー、食べる専門で <laughs> 友達の食べる専門でやってたので全然そんな淡い思い出なんかないですねホワイトデーバレンタインデーで。 こうでも時期になるとそのバレンタインデーとかホワイトデーの時期になると普段ねあのー、スーパーにというか普段並ばないようなチョコレートが並んだりするからあんま食べれない普段そういえばこういうの生チョコとかさ置いてないのに置き始めたりすると。 食べたたいなっっって思って思買ったりはしますね。あーごめんめっちゃラジオ喋ってんのに悪用してんださっきから <laughs> ダメですねダメですねごめんなさいね <laughs> よくないですねなんか画面がない分すごい気抜いちゃうなんかインスタライブとかじゃないけどそういうくらいすげえナチュラルにラジオ撮っちゃうわすいませんそうだしあと甘いものはすっごい なんだけどあんまり好きなんんだけどうんあんまりやっぱねしょっぱいものの方が好きなんだだから甘いもの食べるけどすげえ多分あのスイーツフェアとかに興味があるっていうわけでもないしあの食べ放題行こうとかそういうのも無理だからだからっていうのもあるかもしれないねだ食べるとしたら生チョコ かなあとはフォンダンショコラは好きだなですはいとまあこんな感じで今日はバレンタインデーホワイトデーのお話をしました次回がですねうんという木曜日だよね木曜日は何日だっけ木曜日は何日だっけ えっと今日は14でしょ17日か17日の放送になりますトークテーマどうしようかなえー、っとじゃ映画あそううんとおとといかおとといグリーンっていうアーティストいるじゃないですかグリーンが結成するまでの 映画,映画曲ができるまでとか「奇跡」っていう映画タイトルなんですけど多田将暉さんとかあの松坂桃李さんとかが出てるやつでそれを見てあ久々にあの「グリーン」の曲なんかこんなにいい曲だったんだっけかなっていうくらい胸に刺さってなんかすごい青春を感じた映画でしたなので是非皆さんのねおすすめ映画 えー、好きな映画まあジャンルとかでもいいですけどねそういうのを教えてほしいなと思いますということで次回のトークテーマは好きな映画についてお話ししていこうと思いますはいということで、えー、そろそろお時間になりました是非皆さんたくさんのんコメントあと そのトークテーマ以外のことについても質問などあいろいろこういうこ,とこういうこと聞きたいとか自分の勝手なねこの話聞いてほしいんだよっていうこととかあればぜひ書いてくださいその次の次のラジオで話すかもしれないし また違うタイミングで話すかもしれないし、まあ、まずあの皆さんからいただいたコメントとかに関しては基本的にどんどんねあの発表していけたらと思いますはいじゃあもうやっぱり頭が回らないんだどう考えても <laughs> ちょっとぐだぐだになっちゃったけど今日はこんな感じで終わろうと思いますはいではではいつもどうやって閉めたっけ <laughs> はいじゃはいじゃあ,、はい、じゃあではまた